ヘルムート・フロシャウアーは、オーストリアの指揮者。ウィーンの生まれ。ウィーン少年合唱団に所属して、音楽を学び、ウィーン音楽院に進学して、ピアノ、ホルン、作曲のほかハンス・スワルフスキーに指揮法を教わった。1953年から1965年まで、フルスのウィーン少年合唱団で指揮者を務め、1960年代前半には、 ウィーン公共楽団とディズニー映画の音楽も担当した。1968年から1991年まで、ウィーン国立歌劇場のゾーロレペティートアを務める傍らで、ウィーン楽友協会合唱団の指揮者を務め、ブレゲンツ音楽祭やザルツブルク音楽祭等でも合唱団を指揮した。1992年から1997年まで、 ケルン放送合唱団の指揮者を務めた後、ケルン放送還元楽団の主席指揮者に転出した。2003年に同ポストを優待して名誉指揮者となった。2019年8月18日に死去。85歳没。Dear WDR トラウアートウムエアンダーゲントヘルムートフローシャワー。WDR オリジナルの2019年8月19日時点におけるアーカイブ。 https://archive.is/rx1c32019 年8月19日閲覧アーカイブ2016年3月8日、ウェイバックマシンアーカイブ2019年8月20日、ウェイバックマシン、リリゲントヘルムートフローシャワー等。 オーフ、あと、https コロンスラッシュスラッシュウィーン o r f オアスラッシュストーリーズスラッシュ3009083スラッシュ2019年8月19日閲覧。ありがとうございます。